ずは鶏チャーシュー作りましょう。これはね、鶏肉を塩麹で漬けたもの。今日はどうしようかな。ちょっとブラックペッパーバージョン作ってみようか。これやったことないんだけど。味が染みるかな。これをね、しっかり空気が入らないように巻いていきます。キャンディーみたいにくる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 ねじって。よし、これで OK。 心配なので今度は長さ方向にもう一回これしっかり縛っておくとね、お水が入んないから。よし、完成です。これをお鍋の中に、もうね、沸騰してから1時間以上経ったんで、どういうふうにやろうかな。じゃあ切ってきます。今日はね、ちょっと黒胡椒の鶏ハムです。お、いい色、中まで火が通ってるね。大きさは、5ミリ以上、1センチ以下、7ミリから8ミリぐらいかな。味見してみよう。火が入った、あ、美味しい。うまい。これはラーメンにのせちゃうのもったいないな。このままね、お酒のね、おつまみになる。半熟卵は7分茹でます。味噌ラーメンを作りたいと思ってます。青森でほら、牛乳カレー味噌ラーメンとかってあるじゃない、あれにね、ちょっと挑戦してみようかと思ってます。中華麺、生姜、ニンニク、味噌、シャンタンスープ、カレー粉、もやし、豚骨スープ、メンマと鶏チャーシューです。初めてなんでね、まだ牛乳出してないけど、カレー粉と牛乳はちょっと控えめにいきたいと思います。ではスープを作っていきます。今日はどんだけするかな。今日のスープは 500cc でいこう。はい、500cc を沸かして、
よし、これは冷まして皮を剥きます。よし、これが入ってきたら豚骨スープの素、これぐらいかな、小さじ1杯ぐらい。シャンタンスープも小さじ1ぐらい。焼きあご、焼きあごだし少々。中に、ね、お味噌汁を作るような感じだね。生姜、にんにく、お味噌はね大さじ1ぐらい。あ、美味しい。これ生姜が美味しいんだな。にんにくも美味しい。お味噌もこれぐらいでいいや。しょっ辛くなっちゃうから。もやし、もやしがね半分ぐらいかな。ここにちょっとカレーを足します。どれぐらい足したらいいんだろう。少しずつ行こう。風味付けで。あー、でもちょっと足すだけですごい味が変わる。あ、ありかも。もうちょっと足しちゃおうか。ここにちょっと牛乳を足してます。味がまろやかになるんでね。ちょっとカレーを足さないと。うん、OK。はい、じゃあ仕上げです。麺を茹でていきます。卵、うん、ちょっともやしが煮込みすぎちゃったかな。今日作った鶏チャーシュー3枚いっちゃおうか。贅沢に。それから極太メンマ、あ、これだ。一
ぱいあるから。海苔も乗せて。はい、いただきます。今日はね、青森の味噌ラーメンなんだけど、なんだっけ、牛乳カレー味噌ラーメンをちょっと真似して作ってみました。いただきます。ちょっとカレー色、カレーラーメンまでいかないけど、あ、でもやっぱりこれ美味しいね。ありかもしんない。今日この一杯のために鶏チャーシューも作って、半熟卵も作って、このね、厚切りメンマが買ってきたやつなんだけど、なんか温まりそうだねこれ。今日はちょっと細麺で作ったんだけど、中太麺でもいいかもしれないね。だしはあごだしとシャンタンスープでも、そんなに入れてないです。味噌も控えめ、カレーも控えめ、牛乳はね少ししか入れてないんだけどね、結構インパクト強い。牛乳入れる前はカレーが結構存在感あったんだけど、牛乳入れたらねカレーがまろやかになりすぎちゃう。味噌の味もねどっか行っちゃう。半熟卵、たまにはね美味しいけど、いつもこればっかり食べると飽きるかもしれない。普通の味噌ラーメンが食べたくなるかも。でもカレーのせいなのか何なのか、熱くなってきました。そんなにカレー入ってないんだよ、色からしても。この太いメンマってどうやって作るんだろう。どこのメンマ？これ鶏チャーシューってなんでこんなに柔らかいんだろう。さっき塩麹でつけてるからかな。今日は胡椒バージョンで作ってみました。暑い、なんか体が熱くなってきた。柔らかい、ごちそうさまでした。